今日は私の出かけ休日を紹介するよ。ニトリで買ったストーンディフューザーが本当にいい香りで、朝からリフレッシュできる。スキンケアを終えたら先に着替えるよ。メイクは最近紹介したヒンスがとってもお気に入り。白いトップスの時は特にメイクがつかないか心配。この時期の日傘とハンディファンは本当に欠かせないよね。なんと1時間待ち合わせ間違えてた。無事みんなと合流して、今日はラーメン博物館に向かいました。全種類食べたいくらい食べることしか考えず動画撮るの忘れた。ラーメン全部美味しかったし、博物館の中も作りが本当にリアルで、歩いてるだけでもめっちゃ楽しかった。こんな写真が撮れるのでぜひ参考にしてね。次は近くのIKEAに移動。座り心地が良すぎるソファーがいっぱいあった。可愛いのがいっぱいありすぎて今度オンラインで注文しちゃいそう。今回買ったキャンドルもめちゃめちゃ可愛くて本当お気に入り。楽しい休日でした。見てくれてありがとう。